こんにちは黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。今回はですね、また CD のおすすめ第3弾になるのかな。こ今回はこちらになりあこちらこちらになります。ウィントンマルサリスのスタンダードタイプボリューム2ですね。前回僕がおすすめしたシナユタさんの CD の メンバーのレジナルド・ビールとハーリン・ラリーが入っています、えー、レジナルド・ビールはベースでハーリー・ラリーはドラマですねで、ウィントマルサリスさんっていうのは、えー、まあ、もう本当にもうニューヨークでトップトランペットとして今でもずっと活躍されている方ですが、まあ、ニューオリンズ出身の方でニューオリンズにはあのエルス・マルサリスさんっていうピアニストですごい教育者としても素晴らしくて、えー、そういった方がいらっしゃるそのあの息子さんなんですねで、一番上がブランフォード・マルサリス 2番目がウィントン・マルサレス3番目がデルフィーオ・マルサレス4番目がジェイソン・マルサレスって4人いるんですけど一番上からサックストランペットトロンボーンでドラマーなんですねもう完全に音楽家族ですよだからもうあのー、本当にあのバンド組んでやってらっしゃるので「えー、エリス・マルサレス・ファミリー」みたいな CD も出てますから。で まあ、ウィントンさんはもうその音楽のジャズの新たなね1985年ぐらいの、まあ、バブル絶世期日本でいうとバブル絶世期の僕がもう本当に、えー、ジャズを始めて勉強を始めた頃のもう全盛期の時にですねあのー、活躍され始めてアートブレイキのバンドに入ってでこう 新たなもう1回こうう回ジャズを復興させようというムーブメメントをアメリカでで起こすんですんねその第一人者になった方で、えー、ジュリアド音楽院というかリンカーンセンターってジュリアド音楽院が合体しているところのあそこの、えー、一番偉いトップをやられている方なんですがこうもう本当に教育者としてもいろいろ素晴らしい人で,、えー、で音楽をすごく新たなこう表紙を変なところから表紙を始めたりっていうのをやるんですが特に。 えー、このボ,ボリュームス,スタンダード・タイムの「1」を何で言わなかったか1」も素晴らしいんですけど「2」の方がすごく僕はこう本当にこにあったかい感じがして好きですね「1」はすごくこうアグレッシブな感じで「1」もぜひ聴いていただきたいですが「2」2が僕は本当に大好きでずっと聞いてましたがやってることはねなんか表紙をひっくり返したりとか難しいこといっぱいやってるんですけどでも全然普通に聞こえるあのすごい上質な。 ジャズだと思いますので、これ、えー、ぜひですね、椎名豊さんの、えー、この間紹介したやつの,のベースとドラムが入っている CD でございます。えー、もしよかったらぜひ聴いていただけたらなと。ぜひぜひ聴いていただけたらと思います。あのー、有名な曲ばっかり、スタンダードタイ,タイムですからね、有名なスタンダードばっかり入ってますから、聞、えー、いていただけたらなと思います。今回は以上でございます。 ため、えー、になったなっていう方はいいねを押していただいてチャンネル登録の方もよろししくお願いします、えー、文化的な内容を、えー、こう歴史とかそういったものをあげたらあげると、えー、こうメールをするっていうメールマガジンも作っておりますので、えー、無料ですので詳細の方からよければ登録してください。以上ごご視聴ありがとうございました